こんにちは、メンタリストの永です。今回も前回の話に引き続いて面白い話題をちょっとご提供したいと思うんですが、今回お話しするのはですね、あなたの能力を、隠された能力を最大限に発揮する方法という、なかなか仰々しいタイトルなんですが、ある、普通は自分の能力を発揮しようと思った時には多くの人が使わないある方法を使うことによって、あなたの能力を 100%、120% 引き出す方法をご紹介したいと思います。では、あるものとは何なのかというと、これは制限です。自分に制限をかける、あるいは自分が持っている制限を受け入れて、それを利用することによって、人間の能力っていうのは、極限まで高められるということが分かってます。僕実はテッドっていう、おそらく皆さん見たことあると思うんですけど、番組というかミニドキュメンタリーというか、世界に広めるべきアイデアを取り扱う、メディアというか、ネットの、サイトですかね、あるんですけど、そこでフィル・ハンセンという人がちょっと面白い、アーティストなんですけど、その人はもともと点描画家っていって、こう細かいこう作業をしてこう緻密なこう絵を描くアーティストだったんですけど、ある日こう手の震えが止まらなくなってしまってですね、その点描画を描けなくなったわけです。その時に彼が、何をしたかというと、その手の震えを生かして、自分の手の手がこの止まらないこの手の震えを生かしたアートを描いたわけですよね。でそれでもう世界的に有名になってしまったと。これすごいことですね。普通に考えたら、自分が今まで緻密な作業をしていた機械のように、細かい作業をしなくちゃいけなかったようなアートをやっていた人間が手が震えるようになって、今までやったことが全てできなくなったにもかかわらず、その制約を受け入れて手の震えを使って新しいアートを、描くことによって、かえってその手の震えがなかった時よりも成功してしまうっていう、こういう、すごい話なんですが、ここから何が学べるかというと、多くの人は制限があったりとか、自分にとって何かこう、制限をかけられたり、やりたくてもできないことがある、やりたくても自分は忙しくてできない、あるいはその自分は運動が苦手だからとか勉強が苦手だからっていう、そういう制限をですね、自分にかかっている能力的な制限をマイナスにしか捉えないんですが、その程度の例がそうですけど、フィルの例がそうですけど、それをどうすれば利用できるかを考えることによって、誰にもないような能力を開花させることができるわけです。でこれはアイデアの、を作る場合にも全く同じことが言えて、例えば、そうですけど、例えばじゃあファッションって言われたら、その単語1個だったら何も思い浮かばないとか、いろんなものが思い浮かぶとは思いますけど、画期的なアイデアにならないけど、例えばアパレルとか服とかなんかいろいろ出てくると思いますけど、じゃあどうすればいいかっていうと、制限をここに加えて増やしていくわけです。最初はじゃあファッションっていう制限がつきますよね。そこにじゃあ例えば、心理学って制限がつきますよね。でさらにそこに、言葉っていうのがつきますよね。あるいはじゃあ色とかにしましょうか。言葉色で、こういうふうにどん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 制限を足していくと、どんどん具体的で画期的なアイデアが生まれやすくなります。例えば今のファッションかける心理学だったらどうなるかといったら、ファッションを決めるときに、あるいは自分のファッションを魅力的に見せるための心理学って何があるんだろうな、そこに色がついたら、自分のファッションを魅力的に見せるための、色を使った心理学っていうのは、色彩心理学っていうのは何があるのかなってなりますよね。さらにそこに言葉っていうのがついたら、じゃあ自分のファッションを、あるいはその、他人のファッション、あるいは商品としてのファッションでもいいですね。ファッションを、色彩心理学を使ってより魅力的に見せるための言葉って何なんだろうっていうふうに、こうどん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 アイデアが深くなっていくわけですよ。そうすると、今だったら、じゃあ色彩心理学を利用して、ファッションの、セールスにをこう活性化させたりとか、購買意欲を高めるようなビジネスができるんじゃないかなとか、そういうことを考えられるわけです。実際僕は今の制約を組み合わせていく方法を使って、色彩心理学を、ファッションの現場に利用して、自分の好きな服を着るんじゃなくて、自分に必要な色を取り入れた服を着て、自分を変えていきましょう、なりたい自分になりましょうっていう企画を実は、昔やったことがあるんですよ。そういうふうに自分に制限をかけていく、あるいは自分の制限を利用することによって、どん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 新しいアイデアは未知の能力を開発することができるということですね。まずはやってもらいたいのは、あなたが持っている自分の社会的あるいは能力的な制限を探してみてください。そしてその制限をどうやったら利用できるのかを考えてみてください。でさらに、制限を増やしてみてください。あえて自分が持っている制限に他の制限をどんどん継ぎ足していくわけですよね。こうすることによって、一体どんなことができるのか、あるいは、どんな新しいアイデアが作れるかということを考えてみると、新しい人生が、隠された能力が開花すること間違いなしです。ぜひ試してみてください。